少しだけお水を入れます。ほんのちょっとだけ水を入れて、そこに2回2プッシュ、これを入れます。そしてそこに黄色いタオルを入れて、よくこれであれして、それで全身をさっと拭きます。こするような感じで背中から顎、そしてお腹の部分ですね、特に脇の下、足、前足、後ろ足のその内側、脇の下、お腹の部分、そしてそれぞれの足、こういう感じで、拭いてもらいます。で、足の付け根の方までずっと拭いて、全身を拭きます。その後、これはあったかい、両方あったかいタオルなんですけども、これもホットタオルで、お湯で絞ったタオルで全身を軽く拭きます。まあそんな、これはゴシゴシといろいろ拭かないでいいんですけども、軽く拭きます。特にシワをよく拭いてください。目の下シワが深いので。これで OK です。だいたい耳の中も、軽く拭いてください。結構汚れやすいのでお願いします。目薬をさして、量は1滴ずつで結構です。